仮面ライダーシリーズ仮面ライダー4ゼ仮面ライダー4ゼザムービーみんなで宇宙キター仮面ライダー4ゼザムービーみんなで宇宙キターは2012年8月4日より東映系で公開された日本の映画作品同時上映作品は特命戦隊ゴーバスターズザムービー東京エネタワーを守れキャッチコピーはついに宇宙大決戦友情パワーで 大気圏突破青春、宇宙で、フルスパーク。特撮テレビドラマ、仮面ライダーフォーゼ初の単独劇場版作品であり、また同時上映の、ゴーバスターズ・ザ・ムービーと合わせ、夏のに大ヒーロー祭と銘打たれている。前年までとは異なり 2D バージョンのみが公開され、以降の夏の劇場版でも、同様の扱いとなっている。宇宙を題材にしてきた、フォーゼではあるが、 テレビシリーズでは予算的な問題もありオミットせざるを得なかった表現も多く本作品では宇宙そのものをスケールアップして描く試みがなされているまたテレビシリーズ1年間の集大成として仮面ライダー部たちの友情絆を厚く描くストーリーが施行され時系列上ではテレビシリーズの第38話と第39話の間にあたるエピソードとなっている ディレクターズカット版では、その点がさらに明確に示されるシーンも追加されている。ゲストキャラクターとして、仮面ライダーシリーズと同様に、石森翔太郎が原作を手掛けた往年の、東映特撮作品、宇宙鉄人兄弟に登場するグランゼル、スカイゼル、ブラックナイトが、宇宙を題材にした作品つながりや、スカイダインにフォーゼのフォルムが似ているため、デザインを、 現代風にリファインして登場。また、同作品に登場したガブリンクイーンやゴンベスを意識した設定も盛り込まれている。さらに、兄弟員の後、番組として放送された、大鉄人17のワンセブンも、新たな設定の下で登場する。タレントの原美樹絵と俳優の岡田光樹、テレビシリーズに、レギュラー出演している、田中隆の相方の山根吉明、そして、 東映特撮作品にもたびたび出演している木下あゆみが出演する。またテレビシリーズで玄太郎たちが関わってきた天の川学園の学生や教師なども友情がテーマで友達の多い玄太郎のキャラクターに合わせる形でそのほとんどが友情出演という形で出演している。敵となる宇宙鉄人のアクターには岩上博士数。 瞳さなえ、渡辺敦子を起用。劇場版は初出となる新フォーム、それに次回作の主役ライダーの先行登場も、前年より引き続き踏襲されている。丸の内東映一田全国304スクリーンで公開され、2012年8月4.5日の初日2日間で、公衆2億5417万2750円。 動員217,655人を記録し、映画観客動員ランキングで初登場第1位を獲得し、最終興行収入は12億7,000万円を記録した。歌、星健吾の亡き父が所属していた、外宇宙技術開発機構アストを受け継ぐ団体が存在した。その名は、宇宙の平和を守る組織アストレガシー。その団体がある日、 仮面ライダー部に接触を図ってきた。本部長、冴派は、以前から、仮面ライダー部の活躍を承知しており、木更木玄太郎仮面、ライダーフォーゼと昨年流星、仮面ライダーメテオの超絶的な能力なしでは、達成困難であろう、案件を依頼する。それは宇宙に浮遊する脅威の戦闘能力を持つ、完成間近の衛星兵器ーンの破壊。 そして、人類殲滅を宣言して、セブンティーンの力を使おうとするアリシア連邦制の宇宙鉄人グランダインとスカイダインの排除であった。この高難易なミッションの達成には、フォーゼ・メテオだけではさすがに無理ということで、ゲンタロウ、流星、他の仮面ライダー部員たちも揃って宇宙へ上がることとなった。しかし、セブンティーンへの童貞には、アリシア連邦の破壊工作員、 銀河ブリンクと第3の宇宙鉄人ブラックナイトまでもが立ちふさがる。テレビシリーズからの登場人物は仮面ライダーフォーゼを参照。仮面ライダーウィザードについては仮面ライダーウィザードを参照。本説では本作品オリジナルの登場人物についてのみ取り扱う。剣吾の父の六郎や天根高の理事長の我が持ちが。 かつて所属していた宇宙技術開発機構の後継組織とされる一団。セブンティーンの破壊と宇宙鉄人の排除を仮面ライダー部に依頼する。宇宙鉄人を生み出した連邦国家。作中ではその詳細については深く言及されていない。終盤でフュージョンスイッチを形成するため、それぞれフォーゼ用のアストロスイッチをオンにした人々。そのほとんどは、 仮面ライダー部のメンバーと彼らに関わった学園の生徒や卒業生そして教師である。テレビシリーズより登場の仮面ライダーは仮面ライダーフォーゼを参照。仮面ライダーウィザードの仮面ライダーは仮面ライダーウィザードを参照。本説では本作品オリジナルのフォームについてのみ取り扱う。フォーゼにメテオとゲンタロウと友達の絆の力を加えた特殊 強化形態。ステーツチェンジには、フォーゼドライバーに装填した、フュージョンスイッチが用いられる。頭部の形状は、コズミックステーツに準じているが、カラーは白を基調としており、顔面の模様も異なる。また両肩から胸部にかけて、メテオストームと同形状のプロテクタが装備され、右腕にもメテオギャラクシーが装備されている。 フォーゼドライバーにはのソケットにフュージョンスイッチ、丸のソケットにメテオスイッチがそれぞれ装填されており、ランチャーとドリルの各スイッチもそれぞれクリアバージョンに変化している。ステーツチェンジの際には、メテオの変身が強制解除され、宇宙を背景に、フォーゼにメテオの幻影が一体化し、紫と金色の風に包まれる。 従来の喧嘩殺法やフォーゼモジュールに加え、メテオの憲法や特殊能力も使用できるようになり、バリズンソードやメテオギャラクシーを武器とする。また、兄弟の攻撃を受け付けないほどの高い防御力を誇り、二大ライダーの能力を同時に駆使することでに、人掛かりでもかなわなかった兄弟を圧倒するほどの戦闘能力を発揮する。本作品における最大の敵で、コズミックエナジーを、 動力源とする機械生命体。アリシア連邦でブリンク博士によって開発され、劇中では3体が登場した。兄弟アリシア連邦で開発された宇宙鉄人の兄弟。2体とも開発の過程でエネルギーの暴走によって自らの意志に目覚め、人類への反逆を目論むようになるが、ブリンク博士が死の間際に放った妨害電波によって、 宇宙鉄人の力を封印したため、人間に擬態した形態としての活動を余儀なくされていた。計画を実行に移すため、軍事衛星兵器、セブンティーンの完成を急いでいる。動力源のコズミックエナジーを利用することで、ホロスコープスと同じく、ダスタードを生み出すことができる。 必殺技として握り合わせた手を突き出して放つ重力光線グラビトン X ブラスターを持つ。最後はメテオフュージョンステーツのライダーフュージョンドリルキックを受け2体まとめて倒された。仮面ライダー部が破壊を依頼された巨大人工衛星でセブンティーンは17をローマ数字に変換したもの。ブリンク博士によって開発された衛星兵器であり、 同時に自我を持った宇宙鉄人にしてその究極体とも言える存在でもある。物語開始の時点では未完成であるため、兄弟は機体の完成を目指して薬器になっているが、過去に衛星軌道上から放った不完全な超重力手法だけですらその火力によって太平洋上に浮かぶ島一つを消滅させたとされる。 この超重力手法をはじめ様々な武装が備えられており、内部には侵入者を排除する機能や、兄弟員の活動を抑制する、妨害電波発生装置も組み込まれている。兄弟員に乗っ取られた際には自爆しようとしたが、終盤で、玄太郎と、ダチになった。因果にダ取された、複製品のホロスコープススイッチ一式から、純粋なエネルギー体として作られたダミー。 仮面ライダー部の宇宙への出発を妨害すべく、日本某所、空港 X に出現した。詳しい動向についてはそれぞれリンク先を参照。このうち、タウラス・ジェミニ・ピスケス・サジタリウスの4体は、仮面ライダー部とは、初対面であり、ゲンタロウにその脅威の一端を知らしめた。ネット版仮面ライダー4でみんなで授業きた。は、2012年7月13日より、 東映特撮 BB やテレ朝動画などで有料配信をされたスピンオフネットムービー。有料配信終了後も YouTube の東映特撮 YouTube オフィシャルにて2018年1月16日から4月17日まで配信が行われた。スタッフキャスト制の出演科目明確ア割スト公式サイトでは配信日を曜日話数を次元に見立てた時間割表として 掲載されている。ありがとうございます。